まり褒めないでください。安藤、お前はこの2人を、そうなの、掛布佐野をね、徹底的にしごけノックすると。いやいや、しごけですよ。ノックじゃない、しごきです。なんで僕を一軍に呼んでくれたんですか。いやいやいや、もう掛布正行の同級、掛布正行の同級、本日のゲストは安藤さんです。よろしくお願いします。こちらこそ久しぶりだね。久しぶりですね。電話では結構話するんだけど、話するんですけど、うん、お会いして話すの本当に久しぶりですよね。久しぶり、本当に。まあ、安藤さんっていう方は、僕が阪神タイガースに入るその道を作ってくれた方の一人なんですよ。で、僕の安藤さん、おじさんと安藤さんはよくゴルフからされてたんですよね。そう、あの春山さんっていう方がね、ちょっと掛布さんのおじさんにあたる人で、その人とあのお友達でよくあの千葉でゴルフやってたんです。そうなん、オフにね。それで僕の親父のやっている小料理屋さんに安藤さんも来られました。田淵さんも来られたかな。ああ、田淵も行った、多分。行きました、来ましたよね。で、僕は中学生の頃だったかな。写真撮ってるんですよ。だそういう縁がありまして。で、僕は高校3年生の10月ぐらいに阪神タイガースのテストという形で2軍の練習に参加するんですよ。でその時に着たユニフォームが安藤さんの背番号9番のユニフォームを裏返しに来て、僕10日間練習させてもらったんです。安藤さんはあの時僕の練習とか見てないんですよね。いや、見てないんです。練習の時は僕まだあの現役の最後だ、最後ですもんね。だからまだあの選手 のやってましたからね。これだからあの当時川西さんというスカウトの方がおられて、そうで川西さんがずっと練習を見て、僕の10日間の練習が終わった時に阪神が取ってくれるということを聞いたんですよ、うん、そのあたり安藤さんいろいろあったんです。裏事情ってあったんですか。いや、あの裏事情というかね、あの当時の監督が金田さんでした、はい、でヘッドコーチが岡本勇美さん、うん、でこの2人の方、安藤この掛布はいいぞ、あ、そういう話ってあったんですか。本当にもう、いや本当にこれはね、ものすごい絶対取らないかんぞ言って。あんまり褒めないでください。いやいやいや、これ本当の話だから。そうですか、言って、じゃあそれ、球団の方に監督の方からも言ってくださいよ、言って。あ、そうなんですか、うん、もう絶対にこの選手は取りたいということを言ってくださいよ。それでお、ね、まあ、僕はペイペイでしたから、選手でしたからね。だから それをお願いして、それでシーズンオフになった時に、うん、あのドラフトありましたね。あります。そしたらあの川西さんがね、安藤、掛布を6位にしたからなって。そうなんですよ、安藤さん。そうでしょ。これ僕びっくりして、取ってくれるとは言ったんですけど、一応ドラフトにで指名するってのは聞いてたんです。そうなんです。で、僕そのことは習志野高校の監督だとか学年担任主任の方たちは一切言ってないんですよ。ああ。だからそのドラフト会議の時に、ええ、阪神タイガース6位指名掛布正行、習志野高校って言われた時にみんなびっくりしたんですけど、安藤さんもドラフトでかけるってのは聞いてたんですか。あ、その前に聞いてた。あ、そうなんだ。 あの全部裏話もしちゃっていい。いいんですよ。あのね、あの練習生っていうか、そのいわゆる教育的な選手で、ええ、取った場合には契約金が出ないと。ああ、よく昔は あったんですよね。あったんです。あの、そういう教育じゃないんだけど、支度金っていうのがあるんです。はい。で、支度金っていうのは50万円しか出ないんです、なんか。ああ、なるほど。だからあの、各6位にあのするけどいいかなって、いや、ぜひお願いしますよっていうことで。ああ、そういういろいろ気遣っていただいたんだ。そんで、あのやっぱり球団もね、これは選手は取らないかんって気があったから、
やっぱりでも安かったらはっきり言って300万ぐらい300万円ぐらいだったと思います、うん、まあでも親父は喜んでもらってましたいやいやあのそう300万円ぐらいだった、うん、確かね僕に聞いたんだよね300万のね8万円って聞いた7万円です給料あ7万かはいで年俸で84万円っていう多分あの1万円どっかでちょろまかされていや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 だからそれもあのなんかちゃんとしてくれたのは契約金をやっぱドラフトで書かないと出せないんだそうなんですよそうこれ僕初めて聞きましたああそれをねあのそれでログインにしたからなって言ってくれたんでいやありがとうございますとあこれ川西さんに関してもう今もお亡くなりになられたんですけど、うん、あそういう気遣いがあったんですねやっぱやったのそれで僕はタイガースに入団していくわけですけどその時安藤さん現役辞められるわけですよねそうそれで僕もねもうちょっとで選手会行けたんでそれまでもう一年やらせてくれ言ったんだけど会社とご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 とあのいやダメだコーチやれコーチやれとこれなんかもう安藤さんはやりたかったけど会社の方がもう現役辞めろとやめろ ダメだとまあお前の力でもダメだっていうことやけどで、まあ、コーチにやりなりなさいと、コーチやりなさいともうコーチやれそれで一年したんですよあ契約を契約安藤さんが それだけであコーチに、まあ、ちょっと考えさせてくれということで、うん、現役もう一年やらせてくれっていうのと、うんそれから、いや、ダメだ、コーチやれ。じゃあ、まあ、とりあえず、ということで、閲念した。閲念、うん、してから、それじゃあ、コーチやらせてもらいますということで、あまあ、落ち着いたんですけど。え、その時、安藤さん、おいくつでしたか ?30 代後半ですか12年やったから、34かな。ほら、若いでしょ ?34 ですよ。だ元気でしたもん、コーチになられて。で、僕と、その佐野さんっていうドラフト1位の方がまあ入団していきますよね僕はもう何人か同級いるんですけど野手でもう入ったっていうのは佐野さんと僕ぐらいですもんね今年そう2人だけだったから、ねそれであの僕がそのコーチの1年目でしょでコーチ見習いみたいなもんなんですよそれであの金田監督と岡本勇さんからその安藤お前はこの2人を掛布佐野をね徹底的にしごけノックしろといやいやしごけですよノックじゃないしごきですそれでとりあえずあの僕がだから2人の担当みたいな担当なんですよはいその当時のね試合というのはね遠征出るとあの1時間しかないんですよ1時間なんですよね練習量が、はい、それでね50分間ねもうだからあのみんなグラウンド出てちょっとランニングしてキャッチボールしますよねそしたらもうすぐ2人が佐野掛布怖いですから怖い言って佐野のところにずっとノックですよずっと50分間ノックするんだ ねドロドロでしょドロドロですよそれでその後の10分間を10分もないですよ、ね、いや10分もありません、うんまあ、5、6分間だから、その2人をあと2人でバッティングするんだ阪神タイガースの練習時間残り時間5分ですって掛布さんの上がってこいって2人ね佐野さんと2人で5球ぐらいですバッティング練習あそうだよ、多分ただね安藤さん僕ねすごく安藤さんで印象に残ってる言葉っていうのがその今安藤さんがおっしゃった自分がコーチ見習いって言いましたけど、はい、佐野さんと私を捕まえて安藤さんの第一声が私もコーチの1年生で勉強しなきゃいけないと、うん、あなたたちもプロ野球の1年生でこれから勉強してレギュラーになっていくそういう分からないもの同士、うん、3人で野球をうまくなっていこうって言ってくれたんですよ、うん、ああそうかないやそれ僕ねすごく覚えてて、うん、安藤さんっていうあれだけの実績のある方が何にもできないんだよ佐野さんと僕のその野球のレベルの目の高さに目を合わせてくれてまあこれはしごきですけど野球の基本というものを叩き込んでくれたのが安藤さんなんですいやそんないいもんじゃないいやいやいや僕はこう安藤さん褒めちぎりますからですからあの僕らそのプロ野球選手は数字なんだゼロなわけですよね土台がゼロなんですよただ安藤さんは佐野さんと僕に対して0から1になる土台を絶対作らせ
なきゃダメだという一の土台を作ってくれたのが安藤さんなんです。まあ、それがもうノックなんですよ。結構僕もほら1年目でコーチ何をやっていいか分かんないから一緒に本当に勉強しようという気はあったんですよ、ね、安藤さんまだ若かったからお元気でしたから、一緒にやってくれるんです。本当に汗かいてくれるし、だから佐野さんと私にとって本当にこんなこと言ったら失礼なんです、鬼コーチだったんですけど、すごく僕らのことをこんな優しい顔してますけどね、怖いんですから。で佐野さんもそれもすごく感謝してると思います。あの1年目の安藤さんとの土台がなければ、佐野さんの僕も阪神のレギュラーにはなってないと思うんですよ。いやもうそれはもう2人の努力だよ。いや俺はただノックしただけでね、別に。ほんで何か僕は1年目高知県の秋キャンプには参加してないんですよ。あ、そうだな、甲子園の居残りだったんですよ。そう秋に呼ばれるかもしれないみたいなことは2軍の担当コーチ監督に言われてたんで、行ったらちゃんとやってこいよって言われたんですけど、後日安藤さんに聞いたら、その掛布を1軍のキャンプに参加させてもどうせ玉拾いだとか、いろんな裏方の手伝いさせられて自分の練習ができないだろうから、もう甲子園で好きなだけ打たせておけって言われたってのは本当ですか？その通りや。あ、そうなんですか。上の人もね、やっぱり考えてたの、掛布、佐野、この二人は絶対に将来的にタイガースの主力になる選手だということでね、これを育てるためには今をちょっと我慢しなければいけない。なるほど。ほんで彼らにもちょっと苦労させて、苦労してもらわねえかんということで、でも甲子園の方ずっと打ってたんですよ。そう、そのキャンプが終わり、オープン戦になった時に藤田平さんが1日休まれたんですよね。結婚3月22日かな。そう俺まだ覚えた。それと野田さんのお父さんが亡くなられたんです。そう、ほんで僕ね、そこで僕不思議なのが、安藤さんなんで僕を一軍に呼んでくれたんですか。いやもうここで掛布を呼ぼうというのは、僕はペペやから、こっち1年でだから、そんな何も意見なんか言わない。これは金田監督ですか。金田監督と岡本さん、勇さん、この岡本さんは僕にもコーチのいろはを教えてくれたんで、ほんでやっぱり家具をここでいっぺん使って これをやることによって一軍のレベルの野球見せとかなきゃね。一回見せといて、それからまたファームに落とせと、ファームでやってもらった方が彼のためにもよくいいんじゃないかと、ね、で呼ぼうっていうことになったんです。で僕は四国なんですよ。鳴門です。太平洋クラブライオンズ、徳島か、徳島かな、そう徳島。俺もよく覚えてるんです。それ僕2本ヒット打ったんです、そのゲームで。3の2かなんか、よほらね。ほんでね、それもいい当たりのね、そう、センター前とね、センター前のね、すごいいい当たりだった。つらいね、当たり。うわすごいなと思ってね、当時の高校生言ったらね、そんなにね、今でこそ割と高校生もね、すぐに出てくる人いますけど、当時はもういなかったですから、3年ぐらいでっていうのは、岡本さんや金田さんの3年どころじゃないですよ。次の年からレギュラーだから、もういや僕体もちっちゃかったですしね、体がね細かったんですよ。1年が終わった時のね、周期練習が終わって、それで解散する時にね、掛布選手と佐野選手には僕言ったんですよ。2人この間のだけいい体を作って、来年のキャンプに来いよ。そうなんですよ、体大きくしなさいと、それだけは言ったんです、ほんで次の2月それこそついたやつですよ、来たらこんなですよ。そんなもう一前70キロか72、3キロなってんだろ、まあ、大きくしてきたんですよ。でもなんですかね、僕1年目から1軍のメンバーに選ばれたんですけど、全然戦力になるような選手じゃないじゃないですか。でもやっぱ金田さんが掛布を1軍で育てるって言われたんです。そうです、掛布さんのはね、
ずっと連れてくって言った。あ、石軍で帯同させる。そんでお前が担当だよみたいなもんで、その代わりお前もあの毎日徹底的に徹底的に注目。今だったら考えられんけどね、しのげだっていう言葉。だからね、甲子園球場って当時あの阪神第二球場なんかないので、ファームのゲームと一軍のゲームで親子ゲームってあるんですよ、うん、でゲームに出てるんで、ゲーム用のユニフォームを着てあの試合に出たんで、で佐野さんともう着替えなくてもいいですよねと、もう簡単なノックしてあげてもらえるだろうと思ったら、もうドロドロにされちゃって、ゲームにスタートした時も真っ黒のユニフォームで出たことあるんですけど、それぐらいじゃあの金田監督は佐野さんとか僕に対して思い入れみたいのがあったんですね。ずっとこのね、この2人はね、監督ヘッドね、この2人はもう徹底して僕しょっちゅうそういうあの指令を受けてましたよ。あ、そうですか、うん、だからこの二人がずーっと連れてくから、お前らのちゃんとノックしやりなさいと、お前ら二人明日から背番号変えろ変えろ。安藤さんだ、川上さんに会って引っ張られたことあるんですか、巨人に。私あのジャイアンツはね、野球チームとして強すぎますと。